松原美穂さん、そして佐久間美香さんです。よろしくお願いします。今日のテーマ早速言いましょう。はい、今日はね、怖い思いをしたこと、うん、怖い経験、はい、それを語ってください、はい、ということでございます、はい、結構こう見えてね、柔道初段なんであんまり怖くないんですけど、すごい、あの一度、ま、段持ちや段持ちです。今怖い思いをしました。大丈夫です、うん、あのストーブの前にヘアスプレー3本置いてたことがあって、うん、でなんかあの違う部屋に行ったんですけど、ボカーンって音がしたんで、うん、もうどうしたのかなと思ったら、うん、2本目がボカーンってこう破裂して、バックドラフトみたいにボワーッと広がって、ピュッ、メラ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 、お、これは火事ではないかみたいな、めちゃくちゃ冷静慌てて、すごいですよね。慌ててお風呂場に行って洗面器の水をピチャンってかけたんですけど、消えないんですよね。俺これは消えないではないかと思って、ガチャッとマンションのドア開けて、すいません、消火器貸してくださいって言ったら4本貸していただきまして、ざっとで、あのそれでシューってたなんとか消えまして、良かったです。経験ね、ストーブは粉々になってました。怖かった。そんなに威力あるんですね。はい。他の部屋に行ってよかった。よくね、なんか最近そういう事件がありますけど、それで済んで良かったね。そうですね。はい。いや、みんな近所の方がびっくりされたと思います。ヘアスプレー。ヘアスプレー3本をストーブの前に置いてたら熱くなって、皆さんも気をつけてください。それはうっかり置いてたわけですよ、ね、別にぬくめるために置いてたわけじゃないもんね。そうです、暖を取ってたらヘアスプレーそりゃ怖いわ、うん、怖い怖い、はい、続いて怖い、もう美穂さんほどは私怖い思ってあんまりしたことがないんですけど、うん、あの夢の話かな。夢、はい、私ね、あの小学校の自分に毎回毎回高熱を出した時に、うん、いつも同じ夢を見たことがあって、俺もあった、それえあった どういう、うん、あのね、だだっ広い塀がどこまででも続いてて、でそこをテク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 歩いていくんですよ。そしたらふっと空間ができて、うん、そこが門だったんです、うん、そしたら中に白衣、うん、白衣ですか、ジョイさんじゃないけど、ジョイさんがいた、ジョイさんじゃないけど、はい、はい、美穂さんが違います。あのお医者さんがいっぱいいて、ストレッチを持ってきて、うん、私を乗せて、うん、手術室に手術をされるっていう、めっちゃ怖い夢。熱を出すたびに、熱を出すたびに本当に同じなんですよ。いや僕もね、熱を出すたびに同じ怖い夢は見てたんです、はい、だからそこは共通してるんだけど。そうですよね、あの後美穂さんは出てこなかったな、螺旋階段の上からヒューンと落ちるとかね、怖すぎる。怖い夢っていうのは夢って怖いですね、はい、今でもありますね、たまにね、自分はもうおっさんになってんのに、高校の時のテストやのに、はい、テストやのに、あ、遅れる遅れる言うて、ああ家から出ようと思っても、ね、うん、なんか体が動かへんみたいなとか、うん、あります、あります、怖いですね。そうですよね、夢でも怖いっていうのは分かるんですけど、ね、はいはい、あ、直してあげる、やっと8月28日に発売します、うん、あ、そうなの、はい、よろしくお願いします。もっともっともっと言って、あの、うん、私の白衣の歌、直してあげる8月28日発売します、よろしくお願いします、はい、ごひいきに。ということはまたいずれ通信、いい関係になりましたね。はい、よかった、ね、ありがとうございます。カラオケでまた歌ってもらえるようにね、はい、なったらいいね、よろしくお願いします、はい、さあそれでは、今日の曲を教えてください。大阪しぐれをお願いします。え、あの都はるみさんの、はい、私大好きなんです、この曲が。あ、じゃあ、まあ、松原節っていうか、はい、ね、そうですね、ちょっと、ねアイドル的な感じで、はい、そうですね、多分歌われるんじゃないかな、楽しみです、はい、はい、みかちゃん、はい、私は私の曲火の器をお願いいたします、はい、それではお楽しみください。一人で
ネオンが染みる北の新地は思い出ばかり雨模様夢も濡れますああ大阪しぐれ夏じゃないの古傷は噂なみきの堂島すずめこんな私でいいならあげる Love